熱血硬派が時代劇を救うダウンタウンスペシャル、国尾くんの時代劇だよ。全員集合実況プレイ。私、視聴者のキャンと申します。じゃあね、今回は次の方やっていきましょう。まずその前に、メンバーを変えようか。すんません、やられてるしな。おかえりなさい、やし。模様ありやせんか。仲間買います。喜んで。で、前回仲間に加えたゴンサフを仲間にしましょう。ご利用ありやせんか。はい。それでは気をつけて。いってらっしゃいやし。じゃあね、新たに仲間が加わったっていうことで、とりあえず夜で行こうか。はい。そうだな。マッハパンチ買いましょうか。はい。毎度どうも。マッハパンチを受け取った。はい。マッハパンチを、マッハパンチを使った、マッハパンチを覚えた。というわけで、必殺技で、マッハパンチ、マッハキックと思いましたね。じゃあ、とりあえず、長戸行けばいいのかな。河内の国、よー、ペペ、早いな。現在敵はどこに？稲葉にいるのか。行けんのかな。こっちかな。長戸の国。長戸来ちゃったけど、稲葉だろ。これこういけんのかな。どういけばいいんだこれ。とにかく移動しながら探さないといけねえから。よし、どっち行くんだ。土佐はいねえだろう。じゃあこっちへ戻って駿河へ帰るしかねえな。で、ちょっとこの間に敵も移動してるから稲葉固定か。したものやら。神月の国。越中に来たわけなんですが、はっ。どこだ。ここまでないと意味ねえんだよな。で、こっち行くと、今どこにいんだ。よし、このまま行けばいいのかな。稲葉の国、よ、ペンペン。ようやく稲葉行った。このまつ。リトルアタックを覚えた。しかねえな、取りにくいから。
しかしなんで時代劇なのにサングラスかけてんだよ。まずはこっちから倒すか。いっぱい出てきやがったよ。なかなかタフだな。なかなか出てきやがらねえな。端っこに逃げられると結構厄介だな。結構タフだな、ね、やろう。倒した。まだ嫌がる。勝負だ。おお、危ねえ。端っこに逃げると結構厄介だな。やっと倒した。よし、これでボスだな。どこだどこだ。あ、やがったやがった。これ結構移動速度遅いから結構きついな。なんで、てめえら。捕まんでやっちまえ。こいつは、運もいらねえってことです。どこまで行きやがった。戦った。あしら、どうだか女はさらわねえだ、6名の。じゃあ犯人は誰なんだ。また稲葉。河内にやがんのか。こうなったらどっちか。また新たな敵が。タフだな。
かりにくいな。シクシクシク、原因付きやられたよ。こんだけ足切れんだろ。また山根っぽいの来たよ。まずは新之助、シクシク。胸バッツシクシク。というわけで来やがったペイルマン、ペイボス自分で頼まれてありがとうございます。やるな、喧嘩ですか。足にもやらしておくんねえ。はっ、素敵な中国人を紹介します。陸中の温泉にいます。これで OK ね。というわけでね、時間も来たことで、まあ、ちょっと早いですけどね、今回実況はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。